ッピオキングです。今日もですね、トロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース A コーナーな日本語版トロールということで、このコース日本語版以外にも英語版があったんだよね。わざわざ日本語版を作ってくれるというなんと優しいアメリカの方なんでしょうか。 JD さん好き。気持ち悪いんでさっさやっていきますか。で、A コーナーだっていうコース名でしょ。なんで穴に落ちる系が正解っていう確率が高いんじゃないかなって思うんですよ。なんで最初にこの穴があるでしょ、30コインの方、こっちに行ってみない、こっち正解っていうパターンありえるよ。ダダーン。いや、そういうことします、 JD さん。じゃあさ、左のこの一松の枠めっちゃ怪しくない？なんかあるでしょ。あ、なんかあったね、やっぱりボム兵が出てきたよ。これが正解っていうパターンなんじゃないかな。へいじゃねえんだよ。だいたいこういう時はやられてんだよ。まあ本当になんもないじゃねえか。それじゃあ素直にキノコを取りに行きたいと思います。このキノコを取ってどうするかなんだよな。まあ一旦取ってみる。え、隠しブロック、へい、開幕魚。もう謎は全て解けました。今から一度も引っかからずにこのトロールコースを攻略できません。で、一旦さ、あのピンを踏ませておいて右側に行けるっていう感じだね。こうしたらなんかありそうじゃない？あ、こっちが正解だよ、きっと今日冴えてる魚だ。そんじゃここはピヨンがなくなるまでこの場所で待機しておこう。で、あの上のブロックが変わるんじゃないの？うわ、すげえ嫌な予感。しかしね、大丈夫、これは、左救済措置あって絶対ないの分かってるけどね。うわ、またいいじゃねえか、やっぱり。でもこの日避け続けます。シュッ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 、あっつ、左側で待っておく、この場所で待っておいたら上に進めるみたいな、そんな感じかな。うわ、なるほど、これで右上のなんか見えるよ、右上ほら、ファイヤーが見えるでしょ。隠してるつもりなんでしょうか。取っていきたいと思います。魚だ。やるじゃねえか、 JD さん。日本人の方に優しいか優しくないか分かんないね。そんじゃあここはあのファイヤーを無視してこのロカーに入っていこっか。もうこれしかないもんね。そしてこの地下ブロック何もしない、それで合ってる。左の雲乗ったらなんか怪しいよ。うわ、なんかここヒント的な感じかな。あの B スイッチの場所って最初のやつだよね。そして2番キノコ30コイン。あ、なるほど、 B スイッチを押して30コインの方に戻れっていう感じかな。そして3番トゲコンボの場所に土管があるからそこに入れと。うますぎ。そんじゃさ、ここで P スイッチを発動させるでしょ。そんで30コインの方にいたキノコが取れるみたいな感じかな。なるほど、そしてツタが出てきて上に行けるっていう感じか。そんでこの中に土管がある。よしよしよし、さあ進んでいきますか。そして次はどうするんでしょうか。ここはクリボンがいるね。このクリボンで鍵を取る。落としたら確か取れるよね。オッケー。さて、下足があるみたいな、そんな感じから、一旦この黄色いブロック叩いてみようか。なんもないね。あっ、いや、またワチャ。Bスイッチが叩けねえ。これさ、右下に足があることを信じてみようか。シュッ。見てた今どうだった？じゃあね、この鍵を取るところまでは絶対合ってると思うんだよね。で、ここでブラッパを出さずに上に行く。そんでこの P スイッチを踏めば OK。 そんな感じじゃないの？うわ、足回んじゃねえか。あっ、 B ブロックがめちゃくちゃ邪魔。ということはこれはもう積んだ感じかな。あ、やっぱそうじゃねえか。頼む、上なんかあってブラッパの上に救済措置はじゃじゃあここはまず鍵を取るじゃん。そして黄色いブロックを叩いて下の方で P スイッチを踏む。そしたら右の方に進めるよね。よっしゃ、来ました。さあ進んでいきましょう。次はどんな罠が待ち受けてるんでしょうか。何が OK か言ってみろ。それじゃあ次ね、このドア入るじゃん。そしたらジャンプ連打しておこっか。それであの魚を回避できるっていう感じでしょ。よしよし、さあよし行きましょう。で、この中間ポイントを取って上のボム兵叩いて上に行ってみようか。うわあ、あ、まだ大丈夫、まだ大丈夫だよ。え、何？
どうじゃないんだって。下に行ってみようかこのまま。そしたらどうなるの。え、いや、どうすりゃいいのこれ。そんな感じですか。いや、うん、ボケーン。じゃあここ上叩いたらダメだったね。なんで一旦このまま下に行ってみます。これが正解なんじゃないかな。熱い熱い。ちょっと待って生きながらえました。よし、こっちにおいで。助けてよ。そんなところで走り回ってないで僕を助けてよそんじゃここはヨッシーいらなかったんだよ。ならばヨッシー一人で栄光の穴に突っ込みたいと思います。なるほど、これで左の方に進めるっていう感じか。さあ、オープンブロックがあるで、下から叩くか上から叩くか。上から叩こうか。いや、合ってたんじゃない。熱い熱い熱い。そんでこのメットをかぶる。そしてどうしよう、左下栄光の穴があるで、ね、いやあれ罠だよ絶対。あの開幕罠だったじゃん。なんでこの扉に入っていこうか。そしてどうしよう何ですかこれ。ジャンプするしかないじゃないですか。で、オンをしてやられろと。で、もう一回かぶってやられろとかぶってきたらいけなかったんだね。じゃあさ、ここはこのメットを持って扉に入る。そんで扉に入ってこのオンオフを上に投げるメット、そして左に進めるみたいな感じか。なるほど。そんでさ、上に行けるじゃん。上に行けるけど、上に行ったらあの30コインの方に行って積むのか。じゃあこの四角叩きます。どうなる。あれ、なんもなんないね。いや、ブーじゃねえんだよ。いや、どうすりゃよかったのよ。いや、マジで意味わかんないって。あ、もしかしてここでチビになって進む。なるほど、そういうことだったのか。やらせてくれますのにいや、これヒントになってんのね。いくつもの日々を越えてこの胸しがみつく絶対違うよね、こんな歌詞じゃないよね。じゃあここはチビになって、あのブラッパを出さないでこの上の方に行く。きっとこれで合ってるよ。つららの方に行ってこの上に行けば爆発する。ナイス。じゃあこのまま一旦下に降りてみようか。ちくわブロッカー信じない。うわ、ブブー、やめたじゃねえか。え、これ違うのかな。このまま左に行けないの。頼む、行って。なんで行けないの。マリオちょっとデブリすぎでしょ。もうちょっと痩せなきゃその隙間に入れないよ。これはどうしよう、死に耐久かな。このバネは何か意味あるのかな。いや、このバネに挟まれてやられるっていうことはないよね。じゃあやっぱこれ進むんじゃないの。左に一番下ギリギリだね。一番下ギリギリまで行って、こっからあのスピードをつけてブラパの方に突っ込む。なるほど、こういう感じか。これ難しくなかったね、あんまり。そんじゃあここどうしようか。ちくわブロックの上に乗って待機しておこうか。これでいいんじゃないのまたかよそんじゃあここはちくわブロックの上に乗ってバネを回避。これでいけたねいや、邪魔でしょ。やられて、やられてよこれはボグ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 キー。そんじゃここはね、ブラパが落ちるより早く進めっていうことだと思うんですよね。多分これでいけるでしょ。おっけ、きたさあ次はどんな感じなんだろう。このハテナ叩いてみるね。鉄球が出てくるのは間違いないと思う。なんでこっちそれじゃ鉄球が右に来たってことは左の方に追っておいたら大丈夫なんだから、きっとこれでいいでしょ。よしよしよし。でもなんか今ヒントって書いてたよ。ドア戻るって書いてんのかな。うわ、ドア戻らなきゃいけないの。あの鍵ドアって多分最初のステージだよね。うわ、なるほど。最初のヨッシーのドアの左っていうのかな。そこにね、この花ちゃんがいて、これ鍵でしょ。なるほどやるじゃねえか、ジェイニー好き。そんじゃここはヨッシーに乗るじゃん。そんであの鍵の左にね、花ちゃんがいると思うんだよね。それを食べてドアに入る。よっしゃさあ進んでいきましょう。で、ここはヨッシーを捨てよっか。鍵を取った瞬間ヨッシー捨てるよ。やばい、ヨッシーあ、待って
ミスっちゃった。いや違うんだって、今ヨッシーが心配でね、ちょっとマリオが追いかけたんだよね。コントローラーミスじゃないよ。じゃあここは一旦ヨッシーを捨てておいて、このまま上に行く。絶対これで合ってるよ。いや隠しブロックとか出そうだな。大丈夫っぽいね。それじゃあドアに入って進んでいきましょう。さあ、あのキノコ追いかけようか。このキラーはまず、よしよしよし、これはナイス反射神経だったんじゃないかな。そしてこのまま隠しブロックありそうだね。何もしない。そうでしょ、隠されてないブロックに潰されました。くっそ、これ下行ったらなんかない。いった、あの水色のブロックが落ちてくるんでしょ。早く逃げろっていうことだろうね。なんでジャンプ、なんで。しゃがんでたら回避できるみたいなんかな。ジャンプしてもいけない、立っててもいけないって言ったらもうこれしかない。ナイス、これで次に進めるっていう感じだね。さあ、土管に入っていきましょう。次はどんな感じ。あ、ゴールあるよ。まだゴールさせてくんねえってか。ここで第二中間ポイントゲットだね。一応鍵手に入れてからね。いやちょっと噛んでしまいましたけど、鍵手に入れれるってからね、また噛んでしまいましたね。もういいや、喋んなくていいです僕。いやでもここ最初のステージ戻ったんじゃないの。こっから何か違うパターンかな。どうだろう、一旦 P スイッチを押す。ここまで。忘れてたよお前のこと。そんじゃさ、ここは P スイッチを出して一旦右の方に逃げていこうか。これでどうにかするんじゃないのかな。右上にさ、ブラパが見えるよね。なんで右のどっか行けないと思うから、こっちが正解。そうでしょ、熱い熱い。そしてこっからどうするかなんだよな。どうしよう、走ってしゃがむ。土管があるのも忘れてたよ。くっそ、こっちは次は何だろう。待って、これ中間ポイント戻されるパターンじゃないの。下に中間ポイントが見える。なるほど、中間戻しここで来たか。いやこんな耐久にやられませんよ。すぐ下に行ってみせたいと思います。くっそ、くっ。弾や弾とバネが邪魔すぎる。頼む、早く下に行かしてって。レビン、そんなに攻撃しないでよ。キッチン、これいやめちゃくちゃしんどいねこれ。頼む、早く早く早く。マジで邪魔すぎる。いけ、うん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 。マジで邪魔だ。やった。邪魔ねえな俺。こっからどうするかなんだよね。絶対この P スイッチは合ってるでしょ。でこの右下に行けっていうことだよね。なんで一旦小さくならなきゃいけない。この上さ、確かあれ出てきたよね、火が。ナイス、火。こういう時は頼りになるな、火が。でこのまま右に抜けてゴールがあるじゃねえか。じゃあこのまま右にダッシュしてゴールします。やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオルートビアフロートというこのコース。ゴールの右側にね、大量のブラパがいるだけなんだよね。これがどんなコースなのかなとめちゃくちゃ気になりまして、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.55 だから結構難しいと思うんですよ。しかもゴール条件ない感じだね。ちょっとまず初め見ていいかな。え、なんもなんないね。この四角の中になんかあるみたいな。いや、なるほど、この隠しブロックが邪魔だから、この隠しブロックを越えてゴールしろっていう感じだね。なんでこの辺は大丈夫っていうことでしょ。こっからこう。全然ダメだね。これジャンプの飛距離伸ばす技っていうのを知らないと多分難しいかもしんない。いや、むずっけー。これギリギリ狙うのがマジむずいね。クリア率 1% 当たってじゃないね。このコースってマリオの空中浮遊の技がね、必要になってくると思うんですよ。その空中浮遊は前の動画でも言ったかもしんないんですけど、ジャンプボタンを素早く2回押す。これをすることによってね、マリオが空中にいる時間っていうのが長くなるんですよね。なんでこれを利用していこっか。いきます。わっ。全然ダメ。悔しい。これここにジャンプするだけだよ。ここにジャンプして A ボタンをちょちょってするだけだよ。それがそんなに難しいのか。くっそ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 。いやごめん、僕が下手なばっかりに。そろそろこのコース見飽きたよね。なんでお詫びとして、これでクリアできなかったら僕マリメ人生終わりにしたいと思います。ちょっと本気出すね。これマジかかってるから、僕のマリメ人生が。それじゃあ行きます。すいません、前言撤回します。
続かないと思います。ごめんなさい、嘘なんです。いやどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。